稲岡工業株式会社文書保存会の発行する綿の里通信誌ナンバー8が発行されたと神戸新聞に掲載されました。なんとその19ページ、2021年の活動報告の一端に私の名前を掲載していただいてます。綿の里通信誌の編集長である吉田文恵さんをインタビューさせていただきました。吉田さんにはもう何回もお会いしてますが、非常に気になる存在でした。ありがとうございました。まず声が美しい、頭が良く、ありがとうございます。そしてちょっとその素敵なファッションです。合わせて取材させてください。頭脳明晰で執筆者のね、はい、素晴らしいバイタリティ、行動力。今日先生方は来られてませんけど、はい、このパワーはどうして生まれるのか、とても興味津々です。藤原さん、きっと神戸生まれかなと思い込んでましたが、そうではなかったです。これが藤原さん。でここにおられるのが織田さん。はいはい。その YouTuber の司会そうこれを作られた苦労話をお話ししてください。 YouTube で上げてください。それで一応編集者は私です、はいはい、で写真を撮ったりみんな協力して、はい、みんなでやってます、はい、それぐらいのことなんです、はいはい。和尚さんの、うん、和尚さんをこの前 YouTube で取材させていただいて、いろいろ綿のことをお聞きしたんです。でその中で和尚さんの口からも和尚さんの話が出てて、一回お会いしてますね、あの前綿の里の、はい、綿祭りの時にね、はいはい、YouTuber の三宅さん、この前来られてたでしょ。みんな見習わない今 YouTuber なんて。この前サルドで読書会でねいろんなところへ出没します。みんなの協力してくださるんです。人手がなかったらできないので、どこ切っても同じ。金太ラーメンやってる。金太ラーメンね、ここ切っても持ってやし貴重やんな。箱返し仕事したちもそれぞれのところにお宅の部分は関係が、これですっていうことで、先生とこの炎症時にこういうのがある。これは何なんですか。これ写真関係全部まとめはったんかな。月給日給の対象9年から明治13年の給与、ここのそれの控えです。あ、うわすごい、それを今日は整理されるんですか。いや、あのね、一旦も全部整理したんです。あ、そうですか。終わったんです。ところが、はいはいはい、あ、ちょっと待って、うん、この茶色い茶封というのを、劣化が早いんですよ。はで、この中性子の、あ、入れ替える、あ、この前なんかちらっとおっしゃって、でこの中性子を買うと非常に高いんですよ、うん、70円ぐらいです、それで紙でこうって、封筒に作る、作って入れ替えてる。あのこれ、多分写真もそうですか、はい、出てきた、出てきました。いや、出てきてるんですよ。一緒の写真、一緒の写真、工場のこんな、
なんでこれと一緒にこんなんが出てくるのかもしれない。慰安旅行の写真も一緒に上げてるんだから。うん。なんかあれやな。あら、カラーも出てきましたよ。ほう。うん、怒りタオルこれ、ね、出してはるんですよ、コマーシャル。表紙の写真だけ撮っておかせましょうか。これ新しいね、これ。そうですね、カラーですからね。これ工場関係とか。工場関係。これはな、商品関係。いや、だから一応分けておきましょうよ。分けの商品。そんな世話人ですあの会長が代表者がちっとも出てこれないので、あ、代表代理代表代理でもないでもいつもお願いして挨拶していただいて、あ、そうですか。あのここのお寺の住職さんなんです、はははその代表者が、はい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 、あの忙しくてね、いつもお葬式は忙しいわ、あの西本願寺、西本願寺じゃない、西本願寺のあの集会議員、集会議員、うん、みたいな人やから忙しくて本当出てこれないんですよ、土日なんか。そしたらいつもお願いして、あの顔です、うちの会の著名な方やからよろしい。いやいや、ここに入っとったわけやね。はい、そうそう、箱がこれやね。はい、こういう紙だったら劣化するんです、はいはい、だから中性紙の紙、それからボールペンでは絶対なので、鉛筆、おそれからのりは、ここは下はガムテープは使わない。おガムテープもダメなんだ、うん、やっぱりあの変化するっていうかな、ネチャネチャしてくるんですよ。だからこの文書を保護することをすごくやっぱ考えて、長く保存できるようにしてるんです。だからこの封筒を作るのこの人が主にやってくださったんですけどね、もう作って終わられた。いや、ここにずっとあるんです。うわー、だいぶ減ったけど、いっぱい作るのもう紙用意してます。で、その紙をまず封筒作りからやね。入れる。それのは大和のりを使って、化学のりじゃなくて、私らも具体的なこういうふうに作れたんですけど、大和のり、へえ、これは縁ですか。うん、やっぱり大和のりは核液とかいう化学のりじゃない。一応本当はもっと、なんていうかな、あの虫のつかないのりって、あるんですか。ヒガンバナってあるでしょ。はいはい、花。ヒガンバナの球根をすりおろして、はい、なんかあれ、うん、ヒ素が入ってる。あ、それでね、なんか毒になるとか聞いたことある。それで作ったのりでするのが一番虫がつかないらしいのね。だから虫がのりを食べてくるでしょ、はい、それを避けるために。あ、うん、で、あるんですよ。だからなんか本当はこんな箱でもね、中性子の段ボール箱って言うんだけど、そこまでしてお金が持たないんです。だから一応これだけで、ね、うんうん、そう、こういうふうにしてもらって、あ、ちゃんと書いてあるね、はい、うん、でしてるんです。そのための費用っていうのかな、がいるんだけれど、そういうさっきの綿の里通信誌っていう1年間に1回出す冊子がなかったら、はいはい、広めることはできないし、はい、こんなちっちゃな冊子ですけど、あ、ちゃんと真面目に活動してて、いろんなことを教えてくれよってやなって思ってくださる方は、はい、一口1000円の寄付を送ってきてくださる、はいはい、でその寄付のお金で、はい、これは作れるんですね。でこれ作っただけで、後のものいうのは本当にそれを加古川市やとか兵庫県の補助金でいいかな。だけどああいう活動費っていうのは 100% それに頼ってたら細々っていくので、やっぱり自分たちで活動を、そのお金を元にして活動をこう活性化していかないといけないから、やっぱりこういう冊子を作る、1年間の報告を兼ねて新しい発見とか、それから興味を持ってくださるところに共感できる部分を見つけてもらいたいなと思うん
です。だからここはあの綿の里、綿の産地だったいうことが ありますので、靴下産業とかタオルの産業はやっぱりここに広がったんですね。でその一番大人が中心にあったのが稲岡さんとこだったんです。大きいの、で稲岡さんのところは26の分工場を作って、これですね、これが26の分工場なんです。この針巻一円インナミ分を中心にあったんですね。全部直営工場。そう、だからこれは工場関係で、これが下請けとか、どないの、子会社、小さな会社のこと、家内工業。分工場扱い。だから家内工場で一つ一つが独立したものではなくて、稲岡さんのところの分工場やったんです。どういう分類で分けたらいいか。大正七八年の頃を中心にこれがあったという。この中入っとったんですか。はい、包むんです。今からこんな餃子入ってるんですか。クロンだったんです。あ、こう、だから今からこの中性紙に入れ替えます。はい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 、はい、またこれしっかり覚えといて、またいることがあったら名前があったねみたいなこと、生きとる間に使うことあるやろ。吉田さん、募集してます。どっかページに載っとんですか。募集要項みたいな。募集要項なんかないんですけど、第1第3にの日曜日の午前中やってますから、ここに書いてます。いやいや、毎月。お金の会費の、あ、書いてます。会費のこと、空いてるとこ、空いてるとこに書いてます。 はい、ここ綿の里通信室編集員吉田文江さんのインタビュー、その1を終わります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。